高井田駅は大阪府東大阪市川又一丁目にある大阪市高速電気機動中央線の駅。駅番号は C22。JR 大阪東線の高井田中央駅が当駅の真上にあり、連絡通路等はないものの総合駅間での乗り換えが可能である。島式ホーム一面二線の地下駅。ホームの一部分は上下線側が壁で仕切られている。 改札口は一箇所のみ。当駅は、阿波座関区駅に所属し、長田駅が管轄している。2020年11月10日の1日、乗降人員は16,327人である。中央線の駅では2番目に乗降人員が少ないが、2008年に大阪東線高井田中央駅が開業し、乗り換え駅となってからは、増加傾向にある。当駅は、 旧高枝村の北東端に位置する。このため、西南端に位置する、大阪シティバスの高枝停留所とは 2km ほど離れている。当駅が開業するまでは、高枝停留所付近が主に、高枝と呼ばれていた。高枝ラーメンの店舗も高枝停留所付近に多い。大阪バス中央台通沿い、高枝中央駅東側リータリー。ありがとうございます。